やっべえ、急がないと遅れる。あれ人だよね。ちっと、大丈夫ですか。あれ俺何してたんだろう。記憶がない。え、記憶が。ここはどこ、私は誰、あなたは高野さん。なんで俺のことしてるの。高野さんなの。初対面でしょ。ダメだ、何も思い出せない。え、それじゃあもしかして記憶喪失。何だとも言ったの。きっとコンビニに少年ジャンプを買いに行く途中にメールを受信したので、携帯を取り出そうとしたらバナナの皮で足を滑らせて頭を地面にぶつけた拍子に記憶を喪失してしまったに違いない。結構覚えてんじゃん。間違いない。よくあんじゃないですか。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ読みたい。うるせえ、ジャンプ、ジャンプって。だって続きが気になるんですもん。なんすか続きって。あ、あれですか、ワンピースですか。こっち亀、こっち亀。あれ基本1話完結ですよ。あとあれも読みたいんですよね。なんすか、なんだっけな、まあ、記憶が、あの確かあのロビンとか出てくるやつ。ロビン、はい、だからワンピースですよ。筋肉マン。いつのジャンプ。筋肉マンだよ。当てますよ。あんた言ったロビンってロビンマスクでしょうか。ダメだ、何も思い出せない。じゃあとりあえず名前を思い出しましょうよ。名前、名前ですか。名前、あ、名前は覚えてます。名前覚えてんすか、はい、じゃあ何なんですか。ジョニーデップです。絶対違いますよ。え、アジアの人にしか見えないでしょ。だってアジアンビューティー。身分証でしょとかあるでしょ。身分証ですか。あ、そうだ、確か財布の中にありました、ありました。あったじゃないですか。ええー、どうしたんですか。は、早見もこみち。どこに書いてあるんですか。あやさかって書いてあるんでしょ。あやさかと書いてジョニーデップ。あ、読まない、読まないです、読まない、読まない、読まないですよね。でも俺質問してったら、はい、なんか思い出すかもしれないですよね。あ、そうですね。俺どんどん質問していくんで、はい、答えてもらっていいですか。お願いします。じゃあ仕事は。仕事はニート。はっきり言いましたね。ニート、ニート。もっとオブラートに包むんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。じゃあ次は趣味は。趣味は万引き。あ、犯罪ですね。捕まりますよ。気をつけます。いや、気をつけるの前にやらないでください。わかりました、わかりました。次、兄弟は。兄弟は優しいです。あ、人数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 は確か40。大家族だろ。おそらくそんなはずねえだろ。ちょっと明らかに記憶おかしいですもんね。そうですよね。ちょ、もう一回聞きますよ。もう一回ですか。聞きますよ。わかりました。仕事は。警察。趣味は。ドライブ。兄弟は。いない。名前は。ジョニーテップ。よっしゃ、やったわ。思い出した。厄介な人に関わった。ほんとお世話になりました。あー、行くな行くなって。なあんたそのまま行くと危険だからさ。かちょっと俺じゃ手に負えないんで、はい、警察行きましょう。警察ですか。わかりました。あ、こっちだよ、こっち、こっち。どこ行ってんの、どこ見て歩いてんだよ。すいません。舐めてんだろ、おめえ。舐めてない。舐めてん、舐めて、なんか味臭めてん、舐めて、ちょっと記憶かせや。面かせみたいな。俺の記憶ねえからや。俺の記憶取ってもしょうがないでしょ。貸して。貸せないよ、記憶が。あんた、本当は記憶あんじゃないんですか、もう。頭が痛い。本当かよ、こいつ。あ、思い出せない。スマップをやめてレーサーになったあの人の名前が思い出せない。森くんだよ、お前。何を思い出すのにしてんの。あ、え、もしかして、叩いた衝撃で記憶を取り戻したとか。痛い。紛らわしいな。お尻が割れた。もともと割れてんの。ちょっとお尻が割れましたよ。俺バイトなんで行きますね。なんだなんだ、すげえの。全部思い出しました。全部思い出したんですよ。本当ですか。全部思い出しました。僕あれですよね、あのコンビニに行く途中だったんですよね。だからそれ始まってすぐあんた言ってたでしょうが。あ、よかった。でもまあよかったですよ、記憶取り戻して。キザありがとうございました。なんでしょ、ボタンもらうの。言ってるじゃないよ、もう。ほんだら気をつけてくださいよ。はい。あ、もうこんな時間だ。急がないと少年サンデーが売り切れる。間違ってる。